どうもベタです。パーサカやっていきたいと思います。はい、本日は天才会やっていきたいと思います。で、まあ一昨日ぐらいに上げた動画と一緒の組み合わせとなっておりますね。とりあえず持ち込みは天才とお守り、そしてこれはモテモテということで、で、イベキャラ一応報告はしておきます。龍崎、ハローキド、テツタ、アイハラ、アレックス、静森でいきたいと思います。で、持ち込みで招き猫持ち込んでいないので、はい。ちょっと進むか怖いから、まあ、前イベはテツタくん切ろう。後イベはアレックス切らずに行きたい、できれば。そんなに後イベは重くないから、自己紹介除くと10人しかないから、全然いけるはずなんだ。お願いします。で、相原追っていきます。とりあえず相原追いたい。静森はもう追わない。まあセクション2になってからですね、静森は。で、モテモテプラスお守りなんでダブルで効果あります。だから評価は上がりやすいはず。静森はいかない。フィジカルコツください。フィジカルコツ、ボール出しか、まあいいでしょう。ボール出し、あと1取って、潰そう。うん、いいね。回復。そして、ちょっと振らないといけない。あ、いいか、まだいいか。あー、いい腹、あい腹。練習後イベントちゃんと来てね。何も上がる ?10 上がるんか、ありがたいな。で、これ結構上がるんですよね。11。いきなり21上がりましたね。それはありがたい。で、評価はもうそろそろいけんじゃない？あ、一発じゃさすがに無理か。さすがに無理だけど、これでいけるね。あー、ここはキドリちゃんでもいいかも。いや、でもやっぱ相原だね。相原、優先でいきたい。ナイス。うん。で、本当に、イベント起こってね。大事だよ。で、千丸。本当に千丸来てほしい。何ヶ月ぶり ?6 ヶ月ぶりぐらいの自分の端末での千丸みたい。まあ普通の千丸は何回か見てるんですよ。うん。でも、天才覚醒の時の千丸が1回も半年間起こってないっていう。なので、ぜひぜひ見たい。相原、校内。あ、天才、来た。行けよ。来た千丸。あー、これは SSS 星3つ狙いたい。だから相原ちゃんと来てください。お願いします。コーチ行きましょう。久しぶりの千丸引いた。ありがてえ。マジありがてえ。ありがたいけど、うん、本当にお願いします。ディフェンス100スピード100狙いたいな、できればこの状況なら。うん。で、今コミットが精神と敏捷がちょっと足らないけど、あれ休まないだよね。どうしよう。フィジカル行く？行かずに、コーチっていうのがやっぱいいかな。はい、コーチ行きましょう。対空中戦。あー、これは後が良かった。相原、とりあえず、告白来て。お願いだから。はい。で、コーチですね。とりあえずコーチだな。コーチ。ちゃんと来い。ナイス。ではプレイ。ああ、これは本当に後だよ。うん、まあいいか。精神。評価上がっちゃったね。評価多分、上がっちゃったね。告白来るね。ちょっとでも16も上がるんか。さすがモテモテお守り。強いっすね。評価はできるだけね、うん、相原に残しておきたかったんですよね。まあちょっと敏捷気をつけましょう。はい、いいっすね。コーチの評価もなかなかある。まあ、評価は相原じゃないな。イベ枠を相原に残しておきたい。お、これはありがたい。そしてイベントをこれ。前イベも全然起こってない。後イベ。前イベ。やばい。イベントが起こらない。千丸来たのにイベントが起こらない。ちょっと辛いぞ。イベントをこれ。イベント。渋い。これは切ります。自分なりに練習する。いやー、辛いね。これはちょっと辛くなってきた。来い、イベント。まあ、イベント起こったからいいや。そして、コーチの評価がえげつなく高いっすね。
うん、コーチはちゃんと来てくれてる。ありがたい。もうオレンジになったから 1.2 ぐらいいってんじゃない。うん、いいっすね。やっぱり全部基礎上げたいんで3万ぐらい欲しいんですよね。はい。そしてスタミナ20、キック12にしとこうか。そんなに攻めはしない。で3で、まあこれは175だな。これでいこうか。ちょっと低いけど、まあまあこんなもんでしょう。はい、行きたいと思います。そして早く告白来てください。お願いします。告白、とりあえず告白。はい、コーチ行きましょう。ナイス、いいよ。そしてボール出してもう取れたはずなんで、空中戦告白。前部が進んでない、前部が進んでない。それがちょっとやばいな、やばいところです。でとりあえず手伝いきます。で告白、どっちでもいいから告白て。うん、まあまあいいよ、静まりで。俺のことが好き、はい、お願いします。で、はい、原も早めに告白来てくれ、お願いします。そして何振る、空中戦振る。マッチアップは鉄砂でもらえるからいいとして、空中戦でも振ろうか。はい、ハモいいね、空中戦。告白が来ないのが渋いよ。では鉄砂いきまーす。イベント、これイベント、イベント回して、イベント、イベント。どうしよう、切る、切るのはあり、あ、ダメだ、切らない、いいや、もう切りません。うん、お、これは起こりました、ありがたい。はい、そんなことないよ、自分から言う。はい、そしてコーチ行きたいな、コーチ。いや、ワンチャンアレックス行きたいんだよな。もうボールダッシュ取れたし、フィジカルのコツが欲しい。でも敏捷は、まあ行くっきゃないか、これは行くっきゃないか。いや、ちょっとスタミナどれぐらいまで上がるか上げてみたい。うん、敏捷が欲しい、行くっきゃないな。はい、行きましょう、来い。ビハインドか、ビハインドはいらない。で静森の評価が上がりすぎてる、期待に応える。でコーチ行きたいところですが、これはキドリちゃんの告白行こう、デート行こうか。うんね、キドリちゃん行きましょうか。静森上がりすぎてるんで。でこれは精神もらっておきますね、回復したいから。うん、筋力はまあなんとかなる。で、あーマジか、ついていく。うん、相原が来てほしい。お、いいね、鉄田波動部、どんどん前指は進んでください、お願いします。ほぼほぼ確定みたいなもんなんで、前指はいいです、前指は進んでください。で、あとキックか、全然上がりますね。はい、でコーチ、コーチ、コーチ。いや、アレックス君行きたい、行きたいけど、これ行っていいの、行っていいか、行くか、行くしかないよね。せめてキャプテンシーで、フィジカルください、フィジカル。ビハインドツー、お、広告送っていくよ、俺と付き合ってよ、お願いします。11上がるのはすごいな。メンタル行こうか、あー、ここ行きたい。いや、かけるか、ちょっとかけるか、かけますか、行くっきゃない、来いよアレックス。ビハインドも潰した、フィジカルコツください。そしてコーチ来てください、フィジカル。渋い、いや、コーチも来ない、渋い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 。とりあえず、いや、精神いっとこう、メンタルは一回行かないといけないんで。相原来ないか。でこれは精神もらっておきましょう。でどっち今勝ってる、キドリが勝ってるか。相原が来てほしいんだよな、本当に。いや、これは、これはコーチ待つか。コーチちょっと行きますね。コーチ。とりあえずコーチ行きます。カバーリング。で、相原来てください。相原。切った！
いいよ、流れいいよ、千丸引いて、これはありがたい。で、前部もどんどん怒ってください、お願いします。はい、相原のデート行きます。うん、評価上げます。とりあえず評価上げます。評価上げないときつい。まあ、ギリギリはちょっと怖いんで、相原いいでしょう。で、これは卒業ソングですね。ディフェンス100、スピード100狙いたい。来い、イベント、イベント、マジでイベント、イベント起こってくれ。そしてこれはここを踏もう。龍崎、龍崎何くれる。パス感あたりが欲しい。フィジカルでもいいよ。フェアプレーはダメ。ダメなんですが来た。まあいいか、お呼ばれする。はい、とりあえず後エビはもうガンガン進んでます。後エビもうほとんど残ってないんじゃない。あとはもうアレックスの金徳だけなんで、前エビだけパパッと終わらせてほしい。あと前エビが7個8個は残ってんのかな。うん、まあまあ仕方ない。はい、そしてテクニック20上げたい。無理か。オフェンスも上げたいんだよな。できればオフェンスも S にしたいんで、ちょっとさっきオフェンス重視で上げよう。そしてちょっとこれは後で計算して、テクニックいく？遊ぶんだよな、それは。で、まず、相原で120。で、これで、まあ、これぐらいにしよう。そして次、相原、技術もらいます。技術もらいます。で、その次、技術1。で、精神、ん？まあ、これでストップして、木取ちゃん、精神。で、静森も行くから、いや、どうだろう。静森。で、鉄さんだろ。静森。どうだろう、何回行くだろう。相原はとりあえずあと3回は行きたい。相原3回行って、静森何回行く。いやー、微妙だなー。何回行く ?3 回ぐらい行く。でも、もういいか、静森がもし来たとしてもいいから、3回は行こう。だから技術、精神。そしてその次ワンタッチでも取ろうか。ワンタッチ。そして精神はまあもうちょっと稼げるとしてこれぐらいにしよう。いやーちょっと低いっすね。もうちょっと攻めないといけない。攻めるなら精神だよ。いやー微妙だな。350だろ。テクニック10ぐらいいけんじゃない。行こうか。いやダメだ、途中出場を振って。これでいきます。ちょっと低いですけどこれでいきます。行くしかない。でお願いします。強星はダメだ。強星はダメ。天の川ナイス、いいよ。でコーチも多少踏みたいんだけども来てないので、とりあえず相原ちゃん行きましょう。あそうだ、千丸だ、忘れてた。千丸だから、あーテクニック触れたな。千丸ってこと忘れてましたもん。ダメだ。忘れてました。そしてスピードは上げます。アレックスくんもう来るんで、上げちゃいます。はい。で、相原行きましょうか。いや、鉄太行こうか。遊んでいいもんね。遊んでいいから、鉄太行きましょう。とりあえず鉄太行きます。テスターは絶対行く。で、イベント起これ。で、コーチ、そろそろ評価、まあいいか。はい、テスター。イベントこれよ、イベント。いや、後指は別に、前指さっさと終わらせたい。うん。で、何か踏む。いや、これはちょっと踏もうか。踏むしかないね。で、ディフェンスのコーチの空中戦1取ろうか。とりあえずね。空中戦1でいける。はい、アレックス、フィジカル、ナイス。あー、来なかったか。これ残ってたね。全然いけるね。イベント、うん、起こった。で、これはちょっと逃げよう。臨床稼ぎたい。ワンタックはいりません。
で、もう一丁相原いきます。はい、相原、もう一丁じゃない、相原、とりあえず相原、嬉しいけど。で、いいや、しばかり機、ここですね。アレックス君しっかりと成功。いやー、イベントが起こってほしいよ。龍崎君イベント来てよ、イベント。で、アレックスはもう踏めたのでもういいです。で、とりあえず相原もう一丁いきましょう。相原、うん、いいね、俺なら大丈夫だよ。うん、来い、ナイス成功、いいね。で、イベント、怒らないんかい。怒らないとちょっとつらいよ、つらいよ、つらいよ、つらいよ。で、ここは精神がやばいけど、とりあえず静森、イエス、もうちょっと攻めれたな。静森行こう。はい、静森行きます。で、静森は2回行きます。イベント、イベント起こってくんない。前部がやばい、前部が微妙にやばい。で、これはもうテクニックコーチ踏もうか。踏んでもいいよ、踏んでもいいよ。精神ちょっとやばいもんな。いや、これ精神なんで俺こんなにやった、何したんだ俺。精神、いや、精神なんで俺こんなにやった、バカだな俺。いや、イベントが来ない。15だ、行かない。で、次静森は1回行こう。もう1回次精神くれるもんな。静森行って、で、相原2回も行くしかないな。行こう。で、木取りも行こう。おっと、イベントが起こらないな。龍崎くんのイベントが起こらない。それはちょっとまずい。いや、これはマジでやばいな。とりあえず相原、進めろ。乗り込もう。精神がマジでやばい。精神がマジでやばい。なんで俺こんなに精神積んだ？朝活。なんでこんなに精神積んだ俺。なんで精神積んだ？ん？なんでだ。とりあえず途中出場振ろうか。やらかしたか？やらかしたな、これ。やらかしましたね。相原。で、セキュリティセンサー。事務所のものだ。はい。で、テスタ君あたりが完走してくれればいいんだけど、残り1ターンにかけるしかないな。うん。とりあえず、キドリ行きましょう。キドリで精神もらおう。完走して。完走。いや、次も精神だけど、テツタ。せめて、龍崎。イベントこれ。怒った。ああ、よかった。客観してんだ。いいよ、精神もらった。ありがたい。で、精神あと8。ギリだな、俺なんでこんなことしたんだろう。で、今現状的に、誰が来る？お、相原は来んのね。相原は来る。静森あと、3回。で、静森あと3回、木取り3回。なので、これはちょっとダブルタック踏んどきましょうか。ね。ちょっと怖いんで、デート行くの怖いんで、ダブルタック踏みましょう。そして、スタミナはしとこう。うん、はい、これで行こうか。で、もうオフェンスもしとこう。はい、これで行きます。とりあえず行きます。はい、ダブルタック。そして、次のセクション、龍崎くんしっかりと前上進んでくれ。後指はもう終わったから、龍崎くんマジで進んで。お願いします。で、あとは相原じゃない、鈴森と木取りですね。はい、お願いします。千丸なんだ。半年ぶりの千丸なんだ。マジで MFI でゴールキーパー作った以来の千丸だからさ、しっかりと。見たい。コミット、ディフェンス30いきますね。で、キック20いける？スピード10いきたい。ん？いける？ちょっとカット挟みます。はい、終わりました。ディフェンス30、キック20、そしてスピード10で、筋力300、精神350、ハードワーク練習1回、遊ばないでいきたいと思います。はい、やっていきましょう。お願いします。前部怒ってくれ、マジで。
とりあえず木取りちゃん行きます。そしてまずハードワーク取っとこうか。忘れないうちに、忘れないうちにハードワーク取っておきます。はい。そしてディフェンス30で、スピード30で、キックが20。いける？はい、行きます。あー、無理か。筋力もうちょっといりますね。はいはい、では木取りちゃんいきます。空ではやめて。あー、マジか、マジか、ちょっと辛いな、ちょっとマジか、いやー、ちょっと辛いぞ、辛いぞ辛いぞ。木取りちゃんいきましょう。ちょっと計算外のことが起こってしまった。いきなり空手か。もう空手一回も許せない、許されない。無視した。ナイス、いいよ。お前、お断りするで、本当に早く龍崎くん来てください。龍崎くん来ないとやばい。やばいね。で、とりあえず木取りちゃんもう一回踏もうかな。木取りちゃん、はい、来てね。ナイス、いいよ。で、次のターン、もう一回木取りちゃん踏みます。で、龍崎くん、カモン、龍崎くん、龍崎くん、龍崎くん、イベント起こってください。マジでお願いします。で、ここで木取りちゃん行きましょう。いいんだよな、木取り普通に。352、静盛りできるもんな。はい、とりあえず木取りちゃん行きます。はい、ちゃんと来てね。ナイス。で、勝てよ、勝てるだろう、さすがに、さすがに勝てる。これ負けたらもう辛いよ。次は絶対に倒れない。ナイス。で、龍崎くん、いや、これはありがたいけど頑張れでコツもらいます。龍崎くん来ない。渋い、すごい渋い。どうしよう、行こうか。展開力でもらいに行く。うん、一回練習しないといけないからね。一回練習しとこう。一回練習しといたらいいよな。うん、精神、あれ、精神きつくね。いや、ギリなのか。え、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、待てよ、待てよ。静森が23の46 69だから、201いけるね。いや、静森が3連チャン来ないといけないんだこれ。とりあえずこれはいきます。で、静森で、いや、とりあえず来て。イベント来てね。イベント来てね。龍崎くんのイベント来てね。来ないと辛いよ。なんでだ、不眠症。とりあえず静森行くけど。うん、いいよ。龍崎くんマジで怒って。お願いします。ワンタッチ。起こす。いいね。龍崎。いや、龍崎くん。え？龍崎くんやったっけ俺。まだ一回もやってない、もしかして。いや、怖い。あと40精神がいる。とりあえず、静森来いよ。はい。ナイス。いいよ。で、あと17ぐらい精神がいるのかな。龍崎が来ない。来ないぞ。いや、厳しくね、これ。かなり厳しい。厳しいなぁ。で、静森ここちゃんと来てね。来ないのはもうダメだよ。来ないとかダメだよ。はい。これでも基礎振りはできた。基礎振りはできた。最終的には基礎振りはできた。で、静森ここ来なければ、もう、このサクセスが潰れちゃいます。お願いします。ナイス、よかった。よかったけど、あとは龍崎くん、しっかりと来てください。守備反応、取りたいんだよ。お願いします。はい、行きましょうか。はい、しっかり前半後半。で、ここで、触れるものがあれば振っとこう。芝刈り機。ちょっとでも上げときます。ジェントルマン。はい、これで行こうかな。これで行こう。あ、フィジカル取ろうか。
フィジカル、そしてビハインドも取ろう。うん、触れるものは査定を上げときたいからね。はい、これでいきたいと思います。もう基礎は振りません。試合です。今ここで決勝戦終了の笛です。はい、終わりました。はい、これで大丈夫なはず、大丈夫なはず、大丈夫だよね、大丈夫だよね。うん、大丈夫。そして龍崎、マジで怒って。イベント A 星に結構進んでる。いいね。龍崎来ないんか。龍崎やばいぞ。それはそれでやばいぞ。哲太くん行こう、とりあえず。龍崎やばい。龍崎は怒らない。終わった。マジか。お、いやー、気になるか。はい、龍崎怒れ。でもこれもうあと1回なわけがないんだよな。いやー、辛いな。いや、これ結構やばくね。結構これシュート力とかは振るけど筋力余る気がするんだよな。技術は多分足らないから技術を取らないといけない。ダッシュ、カバーリング、外星、ロングスローは1ぐらい振りたいな。はい、これでいこうか。はい。いやー、龍崎くんが来なかったのは痛いね。痛い、すごい痛い。気にな中まだまだいけるな。うん、基礎はいいんだけどね。基礎はかなりいいんだよ、かなりいいんだけど、龍崎が来なかったことによってちょっとモチベが下がってます。ふぅ、やっていきますか。とりあえず触れるものは振ろう。龍崎くん来てくれなかったな、ちょっと辛いな。はい、で、哲太くん何くれる。守備反応、まあ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 いいけど、いいけど、いいけど、何。哲太残ってる。守備反応終わった。空中戦、マッチアップ、ボールダッシュ、展開力か。クレードした展開力、展開力もらう。展開力1だもんね。もらおうか。アレックスより多分展開力もらった方が賢いはず。展開力、あ、ちょっとやべ、確認しなかった。彼女って大丈夫。大丈夫だね。で、これは精神いっとこうね。精神いっとく。精神でいいか。技術欲しいから遊ぶでもワンチャンありだと思いましたが、うん、精神いっとこう。メンタル、いやー、龍崎くんがマジで悔やまれるなー。これ悔やまれる。とりあえず6点差ぐらいつけておきましょう。触れるもんないもんね。はい、行きまーす。はーい、終わりました。うん、いやー、試合中もずーっともうなんで来なかったんだとしか思えなかった。最後、いやー、ちょっとね、これ臨床は溢れそうな感じがする。触れんの全部っていう感じが。振り切れる、振り切れる。エースキラーと、だってあとファーストゴールと、カウンターも最後くれるし、600ぐらいあるんですよね。なんか余りそうな感じがする。まあいいか。まあいいか、いいか、いいか。1、2の3の4の5。6の7。まあ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 、振っときましょう。はい、これだけあればまあ溢れることはないんで、とりあえず行きたいと思います。そしてこれ行くか行かないかは迷うけど、テクニック。いいか、タックンときましょうか、素直に。いや、でもやっぱ
技術がやっぱ一番足らない気がするんだよな。足らない気がする。うん、足らない。確実に足らない。確実に足らないんだけども、筋力もちょっと欲しいんだよな。まあでも技術、テクだな。テクいきます。テクいきます。あれ？もしかして、まあいいか。テクいきます。はい、最終戦ですね。はい、ではやっていきたいと思います。はい。はい、終わりました。はい、これで、さあ、どうなる？どうなる？これ、敏捷余るな、多分。敏捷余ってる気がする。いやー、まあ、イベントが進まなかったのは痛い。痛いけど、まあ、ぼちぼち経験点も稼げたのかな？ 8000 乗ってる？うん、8000は乗りましたね。はい。まあ、千丸で8000乗ってくれたら敏捷余るわな、それは。で、ちょっと敏捷を振るために、ちょっと考えていきましょう。とりあえずシュートは取る。で、ヘディング。マーク外しいらないんだけどな。いらないけど取らないと余っちゃうから。回復欲しいな、回復。カウンター、エースキラー、大一番、ファーストゴール。あ、意外と敏捷を履けましたね。意外と履けてる。回復いっか。いやでも回復振らないともう振るものないのか。アシストは取りましょう。そしてどうする。ここら辺の技術を何取るかが鍵だな。何取ろう。パスカンって3だっけ、2だっけ、どっちだっけ。パスカン取るか、まあシュートレンジは取っていいかもね。どうしようか、迷うね。これはすごい迷う。シュートレンジ取って、チームプレイ微妙っすね。意外性は取ろう。もうコツ取ってたし。マリーシアか。まあいいか。でパスカン取りたいな。パスカン強いからな。でもディフェンダーなんだよな。センターバックだからそんなにやるかっつったら微妙なんだよな。パスカン取るか。パスカン、今流行りのパスカン取りましょう。でシュートレンジも取ろうか。シュートレンジ取ろうか。筋力余るもんね。筋力余るからシュートレンジ取ろう。で、まあ、バックスピン、スルーパス、クロス。微妙だね。これ微妙だね。怪我しにくさ、取ってもいいな。まあ、でも怪我しにくさはいっか。今のところちょっと筋力もちょっと弱めになってきたから。コーチング取ろう、コーチング。で、敏捷が余る。敏捷の履きどころがマジない。ないので、回復取っちゃってもいいかも。回復取っちゃってもいいかも。で、スルーパスクロス。どうすっか。精神余るからな。スルーパス取ろうか。とりあえず。クロスなんか上げることないからね。そして終盤取る？終盤取って。トラップ。終盤取らなければもうちょっといけんのかな。終盤取らなければ、トラップやめても、あと決定力か。決定力はいらないわな。決定力はいらない。 PK でも敏捷余るのが嫌なんだよな。敏捷余るの嫌だから PK よりかは、いや大一番一回外そう。でも3で掴んでるから取っときたい感はあるよね。で終盤と
か終盤しか取れないのか、どの道な。なんかいいもの2個ぐらい取れないかなと思ったんですけど、取れなさそうですね。ちょっときつそうだ。チームプレイ、まあ、大一番、大一番終盤、まあ、PK でもいいけど終盤だな、終盤。そしてキープかトラップ、どっち行こう。あと触れるのもないし、トラップ行こうか。使いやすさ的にトラップの方が使いやすいからね。まあこんなところになるかな。敏将がやっぱり履けなかったっていうのがある。まあ回復やめてなんか取るかっつったら取れるかもしんないけど、今はもう取れないのか。さっきのトラップやめたらなんか取れる？ PK 取れる。PK 取れるけど、言うてやな。はい。もういいや。トラップできます。あ、キープ。キープでワンチャン。なんか、ない。ないか。ないね。ないない。ムードワンチャン取れるかなと思ったけど、無理だったし。ロングスローをやめたらなんか取れる。取れないね。取れないね。はい。いや、本当に、なんだ。なんだっけ、あれ。守備反応の上のバリケードか。バリケード取れてれば、SSS 星3つは確実に乗ってましたね。これで SSS 星3つ乗ったかって言ったら微妙です。はい。では、運命の発表です。お願いします。SSS 星3つ乗っててください。お願いします。さすがに金7なら辛いか。はい、千丸だけど、どうだ。あー、惜しい、惜しかった。 SSS 欲しい2つか。まあバリケードあったら絶対いけてたな。まあ仕方ない。まあ左で更新だ。うん、強心臓、フィジカルモンスター、精密機械で芝刈り機、セキュリティセンサー、エースキラー、ジェントルマン。うん、惜しかったね。やっぱり招き猫ないとちょっと辛い部分はある。はい、まあいつかはリベンジしたいですね。はい、まあ今日のところは、これで動画を終わらせていただきたいと思います。あとまあ天才が5枚しかないので、ちょっと天才界は当分ないかもしれませんが、また更新どんどんしていきたいと思いますので、ご期待ください。ベタでした。